皆さんこんにちは。本日は内藤証券投資調査部アリーが中国株についてお話しさせていただきます。それではまず市場の動きから見ていきたいと思います。本土市場では12月に入り、1日に同日に発表された財新マークイットの製造業 PMI が 54.9 と市場予想の 53.5 を大きく上回ったほか、足元の人民元高を背景に資金流入への期待感が膨らみ、上海総合指数は 3451.938 ポイント、8月18日につけた 3451.089 ポイントをわずかに上回り、年初来高値を更新しました。ただ、その後は目新しい材料を欠く中、利益確定に押される展開が続きました。また、米国防省が人民解放軍との関係が深い中国企業として SMIC など4つの企業を追加したことで米中関係の悪化も懸念されました。さらに9日には同日発表された11月の消費者物価指数 CPI が前年同月比 0.5% 低下と09年10月以来のマイナス圏となったことでデフレ圧力の高まりを意識し投資家の売りにつながりました。しかし、直近の人民元高を背景に、下値も比較的硬く、昨日10日終値時点で、上海総合指数は 3373.276 ポイント、前月末に比べ 18ポイント安、同 1% 安となっています。では次のハンセン指数のチャートをご覧ください。香港市場は12月に入り、ハンセン指数が26,000ポイント台半ばでほぼ横ばいの動きとなっています。米中関係悪化に対する警戒感がある中、ニューヨークダウが小動きだったことで積極的な売り買いが飛び交えられました。また11月末には2000億香港ドルを超えたメインボード市場の売買代金も徐々に減少してきており、昨日10日の売買代金は1100億香港ドルまで低下しています。なお、昨日10日終値時点でハンセン指数は 26,410.59 ポイント、前月末に比べ69ポイント高とほぼ変わらずとなりました。次の表、個別銘柄の動きをご覧ください。11月末終値を基準に昨日10日までに大きく動いた銘柄を表にまとめております。上海 A 株50指数構成銘柄では、太陽光発電モジュールを製造する隆起シリコンが上昇率トップとなりました。足元、太陽光発電モジュールの価格上昇に加え、発電再生可能エネルギー産業への政府支援に対する期待感が買いを誘ったようです。また2位には旅行代理店事業や免税店事業の中国中綿が入っています。新型肺炎用ワクチンの実用化に伴い、国内外の旅行需要が回復するとの思惑が広がったようです。さらに食品医薬品関連も比較的堅調でした。逆に下落率トップは上海汽車です。11月上旬に急上昇した反動から12月に入り大きく下落しています。また中国郵政貯蓄銀行、中国恒大銀行など銀行株も利益確定売りに押され軟調な動きでした。一方、ハンセン指数構成銘柄では香港で複合商業施設への投資を手掛ける急流装置業資産が上昇率トップとなっています。新型肺炎ワクチンの接種開始によって香港への観光需要が回復し、高級医療品等の販売増加が見込まれ、業績が回復するとの思惑が広がっているようです。また同様の理由からサンズチャイナも買われました。逆に下落率トップは原油開発大手の中国海洋石油です。 OPEC プラスでの減産規模縮小の緩和を受けて原油価格が堅調なものの、直近の株価が大きく上昇していたことに加え、米政権の制裁リストに同社が追加されるとの報道から大幅な下落となりました。
また中国生物医薬が11月末に発表した今1月期の決算で減収減益となったことを受け、失望売りを誘い 10% を超える下げとなっています。次のグラフ、上海総合指数の採用銘柄における新高値新安値銘柄数のグラフをご覧ください。直近52週の新高値を更新した銘柄が日々20銘柄前後と横ばいが続く一方、安値を更新する銘柄が徐々に増加してきています。昨日10日は新高値20銘柄に対して新安値は26銘柄となっています。相場全体的に若干上値が重たい状況がうかがえます。次のグラフ、ハンセン指数における新高値新安値のグラフをご覧ください。こちらは12月に入り新高値新安値を更新する銘柄はともに日々 1,2 銘柄にまでにとどまり、相場全体を牽引する銘柄がなく動きの取りづらい状況となっているのがわかります。次にストックコネクトの売買状況を見ておきたいと思います。本土市場では香港経由の売買が足元買い越し傾向です。12月に入り2日に40億元、7日に11億元の売り越しとなったほかは全て買い越しです。逆に上海総合指数が年初来高値を更新した1日には160億元を上回る大幅な買い越しでした。直近の人民元高、さらに企業業績の改善への期待が海外からの資金を流入につながっているようです。一方、次のグラフ、ストックコネクトにおける香港市場の売買状況では12月も引き続き一貫した買い越しです。依然として本土からの資金流入が相場を下支えしている様子が見て取れます。次に対米ドルの為替相場のチャートをご覧ください。6月以降、人民元は対米ドルで上昇を続けています。この動きは収拾する気配を見せていません。足元で昨年前半につけた 6.7 元近辺を突破し、18年初めの 6.3 元を伺う動きです。米中の経済状況や金利利差等から考え、この傾向は当面続くでしょう。次に年末までの主な予定をご覧ください。来月火曜日15日には11月の工業生産、小売売上高など重要な経済指標が発表されます。さらに23日にはマカオの来訪者数、29日にホテル稼働率が発表されます。また年末31日には国家統計局による PMI が発表されます。一方、政治イベントとしては中国本土で中央経済工作会議が開催される予定です。今年の開催時期はまだ公表されていませんが、昨年は12月10日から12日までの3日間開催されました。例年12月中旬に行われており、今年も来週中旬頃に開催される見通しです。同会議は共産党と政府が年1回合同で開催する経済関連における最高レベルの会議であり、翌年の経済政策の基本方針が話し合われます。それゆえ株式市場では政策支援に対する期待が一段と強まってくるでしょう。そこで次のグラフ、小売売上高をご覧ください。15日に発表される11月の予想では前年同月比プラス 5% となっています。8月には前年同月の実績との比較で増加に転じ、その後も回復傾向にあるものの、伸び率は依然として昨年同時期の水準を下回っています。また次のグラフ、消費者物価指数の推移を見ても、消費者物価指数が食品以外の下落を受けてマイナスとなったものの、個人の購買意欲が広がりを見せていません。食品の価格もマイナスとなっています。食品以外の価格の伸びもマイナスとなっています。それゆえ株式市場では中央経済工作会議の開催を機に消費関連策に対する期待が一段と高まってくる可能性があります。自動車や家具家電など
関連銘柄に注目しておく必要があるでしょう。今日は足元の株式市場の動向と年末までの主な予定について解説いたしました。それではこれで失礼いたします。ありがとうございました。